はい、皆様こんにちは。リットドゥンケルハイトでございます。ゼルダの伝説夢を見るしますスイッチ版リメイク実況プレイ続けていきたいと思います。前回で中ボス倒して水かきゲットして泳げるようになりました。で、まあ見ての通りここを随分ね充実しましたね。はい、よいしょ。んで今回はまあとりあえず鍵を集めて、あれ、ああ反応が悪いぞ。立ち位置シビアか。ここにヒャーンって落ちてた鍵をゲットするべく、右側から、あ、ダッソッタッペッ、あ、弾かれて戻っちゃったよ。ほっ、よりゃ、ほった、こりゃ。よし。これで泳げるようになったので、落ちてた鍵が、拾えるというわけですね。ヒューンって落ちていった鍵をこうやってドッボーン、よいしょ、ゲットと。はい、んーで、どこの鍵かは忘れましたけど、ちょっと後で地図見ます。どこに使う鍵なのかな。なんかこれでわかるかな、鍵閉まってるところ。あー、この辺か。じゃあスイッチのとこ行けばいいかな。めっちゃ赤ゾルちゃんが敵に向けてる。これ、右側じゃない、左側行っても、まあ、そんなに、あ、左側行くの失敗だわ。違う、スイッチのとこだよ。そこは、ダメだし、ここから、よいしょってやって、で、これで、よいしょ、あ、確かここね、原作ではね、積み要素になってたんですよ。確か、なんかね、この辺、この辺りにもね、なんか、床があって、ダッシュジャンプでギリギリ行けたけど戻れねえっつって積むみたいな、その、水かき手に入れる前に。そういうね、微妙な積み要素があったのが、リメイクで解消されてるっていう話をどっかで聞きました。ぷくぷくー。まあ、マリオだと、対抗手段が少ないぷくぷくさんですが、ゼルデンなので、これは。切ればいいんだよみたいな。あれさっきからっていうか前回から、おっと水の上で立てる。ちょっと面白かった。よいしょ。あれ、いや、まあまさかここボスのところだとは思わず、だってこれだとボス鍵がないじゃないですかー。クソ、ここまでだったー。っていうことで戻ります。あ、すごい光ってる、すごいリンクが光っている、めちゃくちゃ光っている、水の中で余計に光っている。おるわ、よいしょよいしょよいしょ。ほいっと、なんか今私 Y 押してないのに飛び跳ねたよね。で、どこ行ってない、どこ行ってない、どう言ってないだろう。ああ、あれか。左か。ああ、そっか。あれが、スイッチで開いたところを、キラーンってやって光ったところの、光るスイッチの扉じゃない、階段の先を行ってねえんだわ。忘れてた。よし。そこを忘れてました。ぐだっとるねー。これだな。この先に行かなきゃいけない。今、向きおかしかったよ。ドゥーン。ドッスンさん。え、ドッスンさんじゃないのか。んーで、よっ、ちょ、まあ、ジャンプ。あれ、ちょ、もうちょ、落ちるか。落ちるわ。あーん、おお、乗れたん。これもう一回上がってくるとこで通うって感じですね。よし。で、あんなこう、どうやったらあそこにブロックを置けるのかっていう状況でさっき気にしてはいけない。うん、オッケー。これがさっきやったな。ほんでこれで戻ってや。で、さっきのこれな。殺意が高いんじゃ。そらそうやけどな。そらそうやけど、リメイクでこうスクロール仕様になったことによって、
殺意の高さがよく見えるんじゃ。よし、ルピーもゲッチュ。これあれだよね。そう、盾構えられなくなったんだよね、水中で。前のリンクだった、前のリンクじゃねえ、原作だったら、見えはしなかったけど、これ、盾を構える動作ができたんだけど、リメイクでは、水中で盾を構えること、噛んだ。盾を構えることができなくなったので、防御面がね、薄くなりましたね。あん。あん。よし、った。ほい。な、行きますか。ここから左に行って、さあ、2Dバトルでーす。水中戦。逃げることもできるよね。イエーイ。ガボベン、ゴベババが。エザじゃねえよ。アグラちゃーん。そんないかついあれなんでね、超チーアンコだね。しかも、あー、止まってー。びっくりしたー。ああ、岩が、岩じゃない、瓦礫が、これをガードでできないのが辛い。ちょっと、その、叩かせていただきたいんでありがたいですか。叩かせていただき、ああ、その辺でやられるとちょっとめんどくさいのに、もうちょっと下に来てくれると大変ありがたいでございます。自分で、自分の体で瓦礫が。おりゃ、あーっと、今、微妙だったね。よいしょ。あ、微妙なラインで、そんな微妙なラインで来られると大変、大変も、大変、ありがたくない。あ、おらら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 、あ、ごめん、ちょっと微妙に当たってないわ。めちゃくそ振っとったのに全然当たってないのくさ。あー、プクプクちゃんがやってくる。あ、プクプクじゃなかった、チビアングラだった。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、チビアングラが、チビアングラが出待ち、出待ち攻撃。あー、ちょっと、もうちょっと、もうちょっとひるねいてあげる。大変やだい。あ、ちょっと感覚が、感覚が。おいしょ、まだかな、まだかな、まだですね。回転技できるか。おらー、よいしょい。あ、回転技すごいね、縦だよね。ほうしょう。もう一回できるかな。あん、回転技のあれが、アングラー、ミニアングラー出てくる位置がすごく分かりやすいからいいね。また出てきた、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。あ、ちょミニアングラーちゃんが邪魔です。トーリャ、ソーリャ、入った。ちょっと待って、ほぼ無傷なんじゃない。お疲れ様でーす。沈む。お、いいね。イエーイ、これ10個かな、10個になったね。いいね、この雰囲気もね、すごく。っていうか、骸骨でかくね、頭蓋骨でかくね。深く追求しちゃいけないんだけど、頭蓋骨でかくね。おいしょ。なんか水の中にいるときはあれ表示されないのが気になったね。ハートとかが。はい、じゃあこれで精霊の楽器ゲットだぜ。ハープ、潮騒のハープを見つけた。ハープって実際こんな音なの？っていうような音ですね。入り江、入り江の中にもお前の行く道は続いている。お前言うなみたいな気持ちになったよね、一瞬。はい、というわけで、あ、鍵穴が塞がっている。じゃああれか、先にこっち行って曲を教わろうか。待って、あ、別にいいか、装備しなくても。いや、マンボウの子供、名前はマンボタメゴロウ。おるよ。ありがとう。じゃあ、ご清聴ください。はい、ありがとうございます。あれ、原作の時はなんかウッとかこう吹き出しみたいに入ってましたよね。今回のリメイクでは子供の声みたいなのが入ってますけど、はい、ワープポイントにワープできるようになりました。
はい。あ、万歩会計でこれでできるのか。うん、じゃあお疲れ様でーす。バイバイ。というわけで、タルタルコーチ、帰ってまいりました。これで、これで選ぼうとしたときにこれだな。こういうのが選べるわけですね。はい。いろんなワープポイント、今まで開けてきたワープポイントに入ることができるようになります。入るっていうか、飛ぶことができるようになりました。非常にね、便利になったわけですが。ほうりゃー！まあいいか。ちょっと泳いでってっていうのも、あ、そうだ、あれですよ。ここにですね、よいしょ。おら！うん、失敗した。おら！あれ？うまくいかないな。こっちから行くか。ほら！あ、行ったわ。ドゥーン。なんでやねーみたいな。まあ、深く追求したら負けなんですけどね。ちょっと、タルタル山脈が、あ、来ましたね。まあ、こっから貝殻探したりとか、まあ一応救助すべりも行けるけれども。まあどっかに飛んだら多分、いや、あいつが出てくるんだけれども。そうだなぁ。あ、そうだ。待って。じゃあ、せっかくだから。あ、まあ、そこにワープゾーンあるわと思ったけど、まあいいやと思って、ちょっと貝殻の館に来てんなと思って。せっかくだからね、覚えたばかりの曲を使って。で、よいしょ、きたー！色がなんでお前ピンクなんですかって突っ込みたくなるっていう。これどうだ、15個いけるかな。あ、いた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 。この次が大変なんだよな。はい、これはあれかな、貝殻レーダーだよね。よし、じゃあ貝殻セッサーでした。近くに貝殻があるとお知らせをしてくれると。結構ね、今作貝殻の場所増えてるんで、知らんところにも貝殻があったりするので。で、この子か。待ってな、マーサの家結構近いな。じゃあ泳いでいくか。全然これ話しかけることはできないんだよね。爆弾が、よいしょ、ズボン、よいしょ、よいしょ、失礼しまーす。こいつが全然まだ喋らない。あ、どこ紫いっか。ミニサラ、このね、リメイクでね、この子の水着、上の水着だった、なくしたものがネックレスにね、変わってるわけですよ。あげるって言ってる。でも、これで潜ると。あ、もちろん。痛い！これ目の前で潜るとなんか、あったあった。何がどうエッチやねーみたいなんて、まあ、で、ちょっと居場所が変わるだけなんですけど。動物紫行きたい。あ、ここじゃなかった気がする。あ、ここで合ってるわ。ちょっと見覚えのないというか、見慣れてない場所だったからちょっと違うかなと思ったけど。あとこれ。嫌だ。嫌だ。嫌だ。これさ、かけるところが違ったらあれなのかな？話すことも変わったりするんだろう。そんなことはないか。そんなことはないんだね。っていうことは、マジで、あのセリフなくなったのか。え、こいつも一緒？ほら！一緒臭いなぁ。あのセリフマジでなくなったのか。まあ、意味わからんっちゃわからんもんな。ちょっと動物。ねえ、マリンちゃん、見える見えないみたいです。こいつの、もともとの霊が動物臭いんだけどね。もしかしたら、このクマさんと一緒のタイプか。耳がそんな感じだもんな。全然喋らねえな、こいつ。連れてって、みたいな発言全然してこねえな。
んでや。ほんで、あー、これはちょっとめんどくさいんですけど、先やるか？ハイビスカスをあげる。いいえって言いたいけど、ライト様。これね、この壺とかに貝殻があるわけじゃなくって、この、ちなみにだけど、ちゃんと読んでるって感じだけど、これね、もう一回入ると、ちゃんとハイビスカス飾ってくれてんだよね。一緒かな？うん、ちょっと貝殻センサーに関してはちょっと今はできないので、先それやるか。なんか全然こいつ喋らねえしな。ちょっと待ってな。これで飛べるか？あ、間違えた。こっちにしたいんだよな。ライトさんのところに届けるには、どこが一番近いって言われたらっていう感じだよな。マンボガ池の方は近いか。ちょっと幽霊さんが固まってるのが非常に怖えですけど、でもちゃんとついてくる。よいしょっと、よいしょ。待って、ポポンガ沼を通る方が早いか、これ。ちょっとわかんねえけど、ほら当たらねえ。あ、通れんわ、この野郎。ワンワンがいないから。あ、いった。あそこの花さえなければ。そがそがー、あータックルだ。あ、ここはフックショットがまだだし、金は取っとく。もうそんな大量に金使うことあるわ、まだあるわ、このリメイクでは。ライトさんの家がこれだね。あの上の穴とか見たっけ私。はいはい、文通のお返事持ってきましたよ。でまあ原作にもあった通りブロマイド付きということで、ブロマイドの中身も進化してるね。はい、でほうきをもらうと、んーで、うん、まあブロマイドに関しては追求してはいけないということで、ほんでちょっと待ってな、もうちょっともうそろそろ終わろうかなと思うけど、ちょっとその前痛いです、この辺ちょっと見てないなってことを気づいたので。見てないよな、あー見てないな。絶対あんなん撮ってへんことか、おかしいもんな。赤ルピー、ちょっとだね、本当にちょっと嬉しいね。あー、でこれはあれか、パワーブレスレットがあればいけるやつか。おるわ、思った以上に飛んでびっくりした今。どっちもルピーかーい。これゲットしてたらもうちょっと早く弓ゲットできたなって思いました。以上かな。この貝殻の反応が、あ、ちょっと待って、あんなとこにフクロウさんがいるのでちょっと見ておきましょう。よいしょ。神の卵に会いに行け、音色に神は答えよ。まあこんなことはちょっ、あいつの位置って思ったよね今ちょっと。多分どうだろう、この辺かな。このはっきりとした位置は分からんから、こう必死に探さんといけんのですけど、どこだろう。あったー、はい、たくさん集めていいものをもらおうと。んで、じゃあ動物村に戻るか。これで自由に、まあね、そのマンボガ池じゃなくて自由にね、飛べるようになったので、動物村にワープします。で、さっき言ってたクリスチーノさんのところの貝殻をゲットして。なんか原作の時は結構こいつうるさかったのに、今回あんま喋んねえな。よいしょ。あ、こっちだね。こっちだ。右側は見えないんだよね。
で、これで返事っていうか、そのお手紙を届けたことを報告すると貝殻をもらえるっていう仕様になっております。これはリメイクからですね。よし、じゃあ時間いい感じなんで、今回はここら辺に終了しまして、次回この子をお届けっていうか連れていきましょうか。はい、ではここら辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。